山下智久24年4月フジテレビ主演ドラマは第二のコードブルー。超イケメン気象研究官役アンドガツキューにも出演有望女優で狙うシリーズ化と共収100億円映画。山下智久38が主演した日仏米共同制作の国際神の雫ドロップ・オブ・ゴッドがアップルテレビオリジナルシリーズベスト15ランキング。 1> の一位を獲得した。それを受けて12月6日、山下は自身の X、旧ツイッターで一番だ。夢がまた叶いました。すごい。嬉しいです。皆さんのおかげです。心より感謝、と歓喜と感謝の言葉を綴った。そんな世界一の男である山下が、2024年4月クール、フジテレビが、 災害から人命を守るヒーロー的な役柄を演じる主演連続ドラマが控えている11月30日発売の春文芸春秋が報じた内容だが芸能プロ関係者はドラマの具体的な内容やヒロインのキャスティングなどさらに詳細な話が聞こえてきていますと話しこう続ける24年4月クール木曜日夜10時の 木曜劇場で放送される山下さん主演の連ドラは、角川のウェブメディア、コミックウォーカーで不定期連載されている、ブルーモーメントブルーモーメントという漫画作品が原作だといいます。ブルーモーメントは小沢香なさんが執筆し、気象庁気象研究所主任研究官の荒木健太郎さんが監修を務めている、気象災害に立ち向かう本格ドラマです。 ちなみにタイトルのブルーモーメントは、日の出前と日の入り後に観測できる大気光学現象の名前です。山下が演じるとされるブルーモーメントの名前は、晴れ原勘九郎。春原勘九郎。晴れ原は気象庁気象研究所で働く。メディアからは運王子と評される爽やかイケメンだが、実際はバカ目が口癖の不愛想な男。 自然災害から人命を守るために活動する SDM 本部特別災害対策本部の一員で過去のとある出来事から自然災害から人命を守ることにかけては全力で取り組むという正当派の主人公である。クールなキャラを得意とする山下さんにぴったりの役ですよね。 原作では、気だるげに電子タバコを吹かす場面も、山下さんが演じたら、とても色気たっぷりになるでしょうね。そんな晴れ原と一緒に働くヒロインの名前は、運ん祭ょんさい、あや。仕事はできるけど、性格に何のあり、派遣先をクビになった社会人2年目の23歳です。さいを演じるのは、今年から本格的に名前が売れ始めている女優、出口なつきさん。 22だと聞こえてきています。全道出口は、1月13日配信の森七、22とのダブル主演ドラマ、舞妓さんちのまかないさん、ネットフリックス、でドラマ初主演<私>7月クールには、深田京子、41と福原遥か、25がダブル主演を務めたドラマ、18、40、二人なら夢も恋も、TBSK で、福原の親友、西村瀬名役を演じた。 そして、第26回日韓スポーツドラマグランプリ夏ドラマ助演女優賞を獲得するなど、人気急上昇中の女優。出口の演技は共演者からも高く評価されていて、12月8日公開の福原遥と水上常ね24のダブル主演映画、あの花が咲く丘で、くんとまた出会えたら、たで共演太郎26は、 11月28日に行われた完成披露試写会で出口の演技を、こういうことあまり言えないんですけど、自分が出ている映画の試写でしょめて泣きまくりました、と大絶賛している。さらに出口は、24年1月クール放送予定の月曜9時、枠の長野名24主演のレンドラ、君が心をくれたから、にも出演が決定していて、 山田裕貴33、演じる相手役長屋太陽の妹、長屋俊陽を演じる。白衣姿で無愛想な山下さんと、彼と反発しつつも成長していく美人な被害救助に立ち向かう。山下さんの代表作で、フジテレビの月級ドラマである、コードブルー、シリーズを彷彿とさせますよね。富士テレビは、ブルーモーメント、 第2のコードブルーにしたいはず。コードブルーはテレビ版3シーズンも、劇場版も、どちらも名作ですからね。前室の芸能プロ関係者。コードブルーは2008年、2010年、2017年に放送され、2018年には劇場版も公開された。救命救急センターとドクターヘリを舞台に描かれる医療ドラマシリーズ。 荒垣ゆい、35、戸田エリカ、30キャストも出演した同作は、3シーズンとも同クールドラマで平均世帯視聴率1位、関東地区、ビデオリサーチ調べに輝き、劇場版は、興行収入93億円というとんでもない好成績を収めた超ドル、箱コンテンツである。劇場版は、 鬼滅ジブリ映画に混じって邦画の歴代教習ランキングの21位にランクインも果たした。前室の芸能プロ関係者が続ける。山下さんは2020年10月末に旧ジャニーズ事務所、現スマイルアップから独立しましたが、辞め方が強引だったせいで事務所との関係が悪化。各局で働く忖度の影響で、コードブル もう続編が制作不可能だと言われてきました。ジャニーズ事務所は創業側し、去年87の課外問題で崩壊し、忖度も消滅しましたが、忖度とは別の理由で、やはりコードブルーの続編は絶望視されています。コードブルーの劇場版では、事務所前社長の藤島ジュリー稽子氏及び、ジュリー氏が代表取締役を務めていた、 ジェイストームが制作クレジットに名前を連ねている。対所前の山下さんはジュリー氏がマネジメントを管轄していましたが、ジュリー氏はコードブルーのドラマ版にもかなり積極的に関わっていたといいます。しかし、山下さんは事務所から良くない感じで独立してしまったし、コードブルーはジャニトモヒサとして受けていた仕事。 忖度がなくなったといえども、ジュリー氏を無視して続編を制作するのは不可能、と言われているんです。しかし、ジュリー氏は騒動で失脚しているし、会社の経営にも関与しないことを明言しているので、許可取りといってもややこしいことになる。そのため、フジテレビはコードブルーに変わる新たなコンテンツとして、山下さんが主演する、ブルーモーメントをシリーズ化、 果ては劇場版へと育て上げていきたいのでは、と見られています。主人公の設定、ストーリーはクールで神秘的なオーラを放つ山下さんにどハマり、伸び盛りの出口さんのキャスティングも素晴らしいあとは視聴者がしっかりとついてきてくれれば、大爆発の可能性は十分にある。将来的な劇場版、コードブルー超えの、興行収入100億円を目論んでいても、 不思議ではないですね、全道。くしくもタイトルも似通っている、コードブルートメント。世界一の男山下にとって、新たな代表作になりそうだ。もしかしたら、通勤、通学中のあなたの隣に山 P がいるのかも、と夢を見させてくれる投稿である。